玉川園遊園地の空撮玉川園、遊園地入り口玉川園は東京都大田区田園調布にかつて存在した遊園地である。現在の東急電鉄玉川駅の駅前に正面入り口があり、面積は約5ヘクタールであった。1925年12月23日に温泉遊園地玉川園としてオープン。同年にはマリコ玉川花火大会も開始されている。 園内には、飛行棟、お化け屋敷、メリーゴーランドの遊戯施設があり、菊人形店でも多くの客で賑わった。また、玉川駅の反対側の台地にも、付属施設として、展望棟や、松の茶屋が設けられた。入場者数の減少等により、1979年6月3日に、閉園。もともとは、東急の始祖である、田園都市株式会社が、 分譲目的で用地買収を行った際に抱き合わせで購入させられた土地で定地の雑誌地であり、地名も地、怒りと住宅地向けではなかったため、やむなく遊園地を開いたとのことである。開業当初は敷地は広く、田園テニスクラブや田園コロシアムにまで広がっていたが、次第に宅地開発され縮小した。園内のデザインは、矢部金太郎によるものと言われている。 1930年代中頃には、ドリコの坂城の南側の園内に、玉川農学堂が建設され、戦災で都内の農部隊が、海人に介した中での農学復興の拠点となったが、1955年頃に、青山の鉄線海農学研修所に移築されている。1940年、東洋娯楽期製作所に運営を委託。子供向けで、乗り物中心のコンセプトとなる。 第二次世界大戦の影響により1945年3月、一い,いで一旦休園。戦後1946年4月に、敷地の半分のみ再開した。戦前の一時期は、東横映画に経営が移管され、ヘルスセンターゼンした内容となり、どちらかといえば子供向けよりは、大人の遊園地の趣向があったという。戦後は、東急不動産が経営を手掛けた時期もあったが、 ほどなく、電鉄本社の手に返している。娯楽が少なかった戦後には、多くの降落客を集めた1950年の秋の日曜日には、約2万人が来場している。1951年2月14日、玉川園からヒグマが脱走。市街地へ出没したところを、警官隊による銃撃に射殺。1964年の東京オリンピックの年には、 年間入場者数約100万人を記録した。その頃には観覧車、丘陵地に登るリフトと滑り台、野球用難球をたまに使ったバズーカ砲、ウイスキーの樽を模した車体のジェットコースターなどの遊戯施設があった。南東側には大きな池がありボートも焦げたが、後に駐車場にするため埋め立てられた。また大規模な室内採事場、読売館も設置され、夏季の農業スリラーショー。 周期の利く人形店が人気を集めていた。しかし1968年には道路交通への影響を理由に、京浜地域の大イベントであったマリコ玉川花火大会が中止され、観光地としての玉川園周辺には板手となる。1970年代には、遊園地に面する集合住宅の増加による近隣紛争や景観の悪化、 世相の変化によるレジャーの多様化などから入場者も減少に転じ、周辺道路の渋滞に対する苦情もあって、1979年6月3日に閉園した。閉園前日の2日と閉園当日の3日には、お別れ、イベントとして、さよなら玉川園が行われ、多くの客が訪れた。閉園後は、玉川園、ラケットクラブとして、テニスコートを運営していたが、 2002年に閉鎖された。閉鎖直後敷地は山梨県の不動産業者に売却されたが屋内テニスコートとして使われていた建物がある玉川駅からの南側3分1の土地を宗教法人の高重光林が取得した。残りの土地は2003年11月に大田区が公園予定地として取得した。このうち高重公林取得地と 東急玉川線沿いの帯状の土地は駐輪場として整備し、残りの土地は2004年8月から公園として一部開放した。2006年7月に公募により、公園名称を田園町伏せせらぎ公園とすることに決定し、本格的に開放された。付属する休憩施設、松の茶屋は、その後改築されて旅館となり、隣接地にはレストラン、 将来層も建設されたが、現在は取り壊され、玉川大公園の一部となっている。かつて、玉川園からマリコ橋に抜ける道の両側は、玉川園前、商営会商店街として、土産物屋や飲食店が立ち並び、観光客で賑わっていたが、玉川園の閉園により、活気を失い、その後の駅舎と東急玉川線の改築によって、片側の店舗は、 撤去されてしまった。しかし、今でも、貸子屋、居酒屋等がの木を連ね、王子の面影を忍ばせている。ありがとうございます。